東京ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの19回戦です。解説は小宮山所さん、ルーシーと鈴田さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のファイターズどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり打線ですよね。相手は連打を浴びても動揺するタイプのピッチャーではないですから、1点が重要なゲームになると思いますよ。まずはファイターズの先発吉川が東京ドームのマウンドに上がります。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところに。さあそして打席には大谷が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、ここは追い上げておきたい場面、ピッチャーを助ける意味では早めに返していってあげたいですね。なるほど、そうですね。同じ場合でいつも言っとるんだよ。いい当たり、セカンド取った。一塁送球しました。明日には決まるとか言うけど、もうすでにもなっとる。これは進塁打になりました。ツーアウトラン。でしたね。さあそしてバッターボックスには陽が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあチャンスが続き、強い当たり、サード正面、二塁送球、二塁フォースアウト、サードランナーがホームに帰ってきました。ファイターズ1点返しました。6対5になりました。もちろんですね、もう1点でも早く返したいところだと思いますよ。そうですね、本気に期待したいですけどね。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。もうまさにジャストミート、速い打球でしたね。はい、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。抜いてるもんだ、抜いてなかった。あ、嫌なんだよ。でも忘れるときあるわ。さあここでバファローズ、ダイソーを送ります。これ使う？打順はトップに帰って糸井。前の打席ではフォアボールを選んでいます。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。二塁タッチアウト。盗塁失敗。俊足ランナーでしたが、素晴らしい送球が来ました。ね。さあそして打席にはヘルマンが入ります。嫌なところで回ってきましたね。さあ勝ち越しのランナーを背負って、このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。もう、はい、はっきりにやられるけ。
さあ、この終盤で勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターボックスには T 岡田、そして一塁ランナーは中島。まあ盗塁も考えられますから。外の球打った、ショート正面、抑えた、二塁アウト、際どいタイミングの一塁はセーフ。よく走りました。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。キルパーパットが直るんだったら直すよ、高いやのカートマン。どんな球が早いか。打席には7番バッター坂口。私シーン先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。5球目は何で来るか。ストレート打った、ファーストの左、取った、そのまま入って一塁アウト。9回の裏、ファイターズの攻撃です。一方、バファローズはピッチャーが変わります。背番号15、佐藤が4番手としては日産。さあ、1点入ればサヨナラです。ヒーローが出てきてほしいんですが、どうでしょうかね。初球打ち、ぐんぐん入った、サヨナラ大谷、今シーズン第38号のサヨナラホームラン。試合を決める劇的な一発となりました。劇的な一発、サヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッティングでしたね。いや素晴らしいゲームでした。勝ったファイターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。